五穀豊穣を願う祝い島の甘米。その朝はよく雨が降るといいます。嫌だな。4年前一家揃って祝い島へ移住した堀田風太くん。ちょっと後で行くから、ね、はい。今回初めて甘米の花形祭幣を任されました。緊張してきました。なんかいきなり緊張してきました。なんか緊張 すげえする。どうかな。なんか雨降ってるっていう、なんかなかなかイレギュラーなことあるし。およそ410人が暮らす上関町祝い島。4年に一度島は帰省客や観光客であふれます。かつて簡単にはなれなかった花形、その役のほとんどが今島を離れて暮らす孫や親戚に任されています。4年前まで祝い島とは無縁だった風太くん。島の人たちが1100年以上受け継いできた甘米で自分が祭幣を務める意味をこう考えていました。移住者初めてなんで、ここからまたその新しい移住者の人たちがなんかよりやりやすくなってくれればなって、その幅が広がればいいなって、やってやるぞってやりきると決めました。あ、来た来た、こいつみんな並んどるよ、ほらゆうちゃん。およそ50キロ離れた大分県国東半島伊見から御神体を招いて行われる神事。御座船を先導するのが風太くんたちが乗る海電馬です。舳先に立つ祭幣は助走し、神様が行く先を清めます。船の後ろ、共に立つのが剣愛。武者姿で勇壮な舞を披露します。甘米の歴史は1100年以上前に遡ります。大分伊見の一行が嵐に遭い、祝い島に漂着。島の人たちは貧しいながらも移民の人たちをもてなしたといいます。そのお礼として移民の人たちは祝い島の島民に五穀を送ることで農耕を伝え、島に繁栄をもたらしたとされています。以来祝い島の人たちは移民の人たちを生活の糧をもらった恩人としてお迎えしています。祭幣を務めた風太くん。なんか俺初めてだから人一倍頑張んないと一人前にはなれないから、とりあえず頑張りまくりました。なんか踊るぞっていうのが、その何か熱中できるものがあったんで、4年後もやりたいですね、祭幣。またこの日のために島の人たちは今年の春から総出で準備を進めてきました。見物客のお目当ては33種類の神楽。舞うのはかつて祝い島の島民に助けられた移民の子孫や親戚です。神主公人は頭を叩かれると縁起が良いと言われています。鬼の姿をした公人、嫌がる子供にも容赦はしません。
昔は多かった、こんなものじゃない。船でもすごかった。こう回るのがね。伝統なんで、やっぱり大切にしていかないといけないなっていう。島に繁栄をもたらした五穀。4年に一度作り替える鳥居の額に使われています。小豆、大豆、緑豆、黒豆、きび。五穀は島民に自立した生活を伝えました。島で循環型の農業をする宇治本長一さん。宇治本家は大分伊見の一行を救ったとされる御三家の一つです。9年前島に U ターンした宇治本さんは荒れた田んぼを復活させ、寒米のために初めて酒米を作りました。自分たちで作物を育て、それを食べてっていうことの繰り返しで、島は繁栄するよっていう言い伝えが寒米の精神としてあるんで、お金いくら持ったって病院通いしてたらね、幸せとは言えないだろうし、本当の豊かさってないだろうし、こうお日様に当たりながら米を収穫できるっていうこと自体が一つの豊かさの僕は、象徴だと思いますよね。宇治本さんは萩市の住川酒造場に協力してもらい、初めて日本酒を作りました。香人と名付けました。遠慮なさらないで。すっきりした辛口でした。無農薬の山田錦が原料です。味が変わるな。はい、いい純米酒です、ね、飲みやすい、はい、百姓冥利っていうか、つきますね。まあ、こういうのを寒米でしっかり続けていきたいなと思います。5日間にわたって行われた上関町岩井島の寒米。岩井島と大分伊見の人たちがはるか1100年以上前から受け継いできました。4年に一度、島で生きる原点を見つめ直す岩井島の大切な祭りです。次は2020年に行われます。海と日本。